はい、どうもお茶です。ちょっと動画とは関係ないんですけど、とうとうねファン名をもらいましたはい、ナメプすんなゴミクズとね書いてありますが、 6HS ホークでまあ確実に殺せる体力だったんですよ。だから相手まだバースト残ってたんで、ここでバーストしてくるかなと思いまして、ダッシュ FD 貼ったんですよね。よくバースト読みでやるじゃないですか。ダッシュして FD 貼ってバーストガードするっていう。でそれをやったら相手バーストしてこなくて、やっちまったなーって思ったんですけど、相手そのままなんかバックジャンプで逃げて一撃必殺準備してそのまま放置し始めたんで、あれ?と思ったんですけどね。まあ普通に殺しまして、そしたらねなんか終わった後速攻台から降りてそのままどこか行ったらこのメッセージが来たってことですね別にこっちとしてはナメプしたあれはないんですけどね、ただバースト読んだって感じなんですけど、相手からしたらナメプに見えちゃったんですかね。はい、てなわけで今日はねシンを使っていこうと思います。昨日とか一昨日の動画の冒頭でずっと言おうと思ってたんですけど、最近アンチ減ってますよね。まあ、僕続けてたらねアンチはいずれ飽きてどっか行くだろうとは思ってたんですけどね、今いい感じになってますね。ほんとね普通に見てくださってる方ありがとうございます。はい、これからもね動画投稿するんでねよろしくお願いします。あ、そうだ、あと昨日動画投稿できなかったこと謝らせてください。まあ、全然できたんですけどめんどくさかったんで。え、嘘、なんでランクダウンマッチ。いや、さっきもランクまで勝ってきたんですけどね。こんなことあるんですね。しかも相手いいのだからこれ多分下がるんじゃないガード買って、こういう人にはエルフからのあれですよ、あの投げとかで崩すのがいいと思います。今音符マイピで使いましたね。イノって多分これさ置き攻めさリバースずっとやっとけば安定なんじゃないのっていう、なんだっけ、詐欺飛び、詐欺飛び簡単にできるけどあれじゃないですか、イノってバックジャンプであんま逃げるとかできないじゃないですか。芯はぶっ壊れてるんで、もうちょっと待って、昇竜が出ねえ。芯ぶっ壊れてるんで昇竜ガードさせたらこっちのターンになるっていう、ソルとかカイとかだとガードされたらもう終わるんですけど、芯はね違うんで、ちょっと集中できてませんでしたね今。ちょっとこれからね集中していこうと思います。僕ねサブキャラにイノ始めたんですよ、イノ強いから。で思ったんですけど、ケミカルうざいなーって思ったんですけど、あれしゃがんでたら安定じゃないですか。ケミカルの位置、大木も攻撃防げるし、ケミカルもスカるし、こういうとこで、ま、だからホバー見てマイピーで対空できたら無敵なんじゃないかなって思いまして、はい、あしゃがんどけばよかった。あ、もうちょっとなんかひどいな、これ決めたい。あ、よかった、ためピーク一発で決めれた。いや、ランクダウンしたくないですね。あとイノってこれ実は結構火力あるんですよね、このキャラ。びっくりしたんですけど、中央でノーゲージで200超えるコンボをね見つけてしまいました僕。見つけたっていうか、もう多分みんな知ってると思うけど、イノ使いだったら。あ、やべえな、ちゃんと対空してくるな。俺さ、あの軽飛びとかが手癖になってるんですよね。あ、やべえ、キャンすると終わるな。あ、ちょっと自分から当たりに行くのいやー、あー、これ見えない、これ本当に見えないってことでランクダウンしてしまいましたね。まあ多分15段だったらランクダウンしてもすぐまた戻れると思うんで、まあいいですけどね。あ、15段じゃない、14段違うか、15段でいいのか。まあここは取り返していきたい。あ、ダメだ、そうだ、ちょっと手癖でやっちゃうんですよね。格ゲーで手癖ってほんと弱いですからね。やべ、あれ今帰還したから当たったのか。あ、それね、そのレイブンの再覚みたいなの強い。まあ俺もサブキャラにイノ使ってるからこの人の動きをね手本にさせてもらおう。今のホバダってやつですね。あー、リバザ来た、これ
いや、これ当たったかな、当たんない、当たんないけど、その後が。いてー、いや、狂言対空できないのかな、できそうだけどな。真のね、マイピーだったら落とせそうな気がするけど、あー、それね。オッケー、ガードできた。今、コパン対空されたね。てかさ、昇竜が全然出ないけど、なんかやっぱいいのさ、ちょっと練習して分かったから、少しはなんか苦手意識が薄れてる。まあ、何をしてくるかっていうのがね、分かったんで、今の対空できてた方が良かったな。いや、女キャラ浮き本当高い。いや、今マイピやったんだけどな、間に合わなかった。あ、やばいやばい、よしよしよし、ちょっとストレート負けは阻止したいですね、さすがに。きたー、あー、投げで崩したい。あー、暴れてきた。あ、いや、はい、ちょっとやっぱイノ無理ですわ。なんか動画2連続イノだもんな。ちょっと あんま苦手キャラね来て負けた試合ばっかね動画にするのは嫌なんですよね。まあまあ仕方ないですわ。はい、てな感じで今日はここまでにしたいと思います。またご視聴お願いします。失礼します。